廃棄瀬戸館長橋館長橋から望む廃棄瀬戸廃棄瀬戸とハウステンボス駅のホーム廃棄瀬戸周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成廃棄瀬戸は長崎県大村湾と佐世保湾をつなぐ瀬戸大村湾と佐世保湾をつなぐ瀬戸は廃棄瀬戸とハリオ瀬戸の二つだけである 佐世保市東部にあり、廃棄地区市街とハリオ島に挟まれた、長さ約1 1トルの水路が、南北に通じている。福音が、平均1 2 5ルと狭いこと、水深は、全域で4メートル前後と浅いこと、環状橋をはじめとした桁下の低い橋梁があること、等の要因のため、大型船舶は航行できない。この、 瀬戸の大村によりの針を島側にハウステンボスが所在する。干潮橋は瀬戸の福音が10メートルほどに狭まった箇所に設けられており、その名の通り干潮橋直下では干満に応じた潮の流れが観察できる。現在の橋は2代目で、初代の干潮橋は小船の航行を可能とするために海兵橋であった。干潮橋は 本土と針尾島を結ぶ唯一の橋だったために渋滞が激しかった。海兵団、兵学校のためにかけられたハリオ橋の改修と一般開放、ハリオバイパスの開通による2本の橋の追加など改善策が取られたが、それでもラッシュ時の慢性的な渋滞は解消されていない。そのため、佐世保市広田二丁目と有福長官に、 瀬戸中央橋が2009年4月に開通し、慢性的な混雑の解消が期待されている。干潮橋直下では、カヌーの愛好家が急流下りを楽しむ姿も見られる。また干潮橋は映画69-69のロケ地の一つにもなっている。水深は浅く、排気口は漁船のみが停泊する。 干拓事業、工業団地整備事業が完了した今も、干潮時には、干潟が現れる。このため、リアス式海岸が大半を占める佐世保市の海岸では、珍しく、砂浜、干潟特有の生態系が維持されている。大村湾の水質汚濁は激しいが、水深が浅く、小規模ながら、河川の流れ込みもあるために、むしろ、廃棄瀬戸の水質は良い。 水産資源としての価値は、ほとんどないが、多様な魚介類が生息しており、天然記念物の指定はないもののカブトガニも、生息している。非禅国風土器に、ソクライモンの記述があり、ソクライツ姫が存在し、わかめの産地である胸が添えられている。このソクライモンが、廃棄瀬戸ではないかと推測されている。 大村澄田だと松浦重信の最終決戦となった1586年の合戦の際、堅固な広田城を迂回するために大村政は廃棄から上陸して井出平次郎を落城させた。しかし、岐路に広田城を包囲したものの、今度は松浦勢の逆上陸によって壊滅し、一時、遁走している。 江戸時代の干拓事業によって、瀬戸の幅はほぼ均等化された。干拓地には、北から、伊藤総神殿、大東神殿、廃棄神殿、指方、日体一帯、宮崎神殿、大手玄縁殿、赤子神殿などの神殿が開かれた。この時期に、廃棄港は、 はりおと本土の渡し場として、また三河内焼の積み出し港として発展した。中世には、三階の産物を持ち寄って、物々交換をする、廃棄茶師が、自然発生し、現在では、毎年5月7から9日、17から19日、27から29日、6月7から9日の4回に、分けて行われている。明治時代になり、九州鉄道が、 廃棄駅まで開通し、大村駅まで延長されるまでの半年間、対岸の長与駅まで連絡線が設定された。日露戦争海戦に備え、不評、第24旅団は原滑着のために、廃棄瀬戸の勝ち磯から大陸へ出撃した。現地には、木越安綱司令官の可否が立っている。1944年5月10日。 太平洋戦争の激化に対応するために赤子神殿に針オ海兵団が開設され、後に海軍兵学校針オ分校も併設された。敗戦に伴い引上げ社援護局に転用され、引上げ社は対岸のハエの先駅から故郷に帰った。戦後、神殿を工業団地に転用すべく整備が推進されたが、 工業用水が確保できず計画の多くは頓挫した。そのうち赤子神殿はハウステンボスへの転用に成功している。大村湾と佐世保湾をつなぐ廃棄瀬と、ありがとうございます。